韓国の潜水艦をすでに超えたとの噂の台湾国産建造潜水艦、海鯤ですが、なんと、テストを順調に推移すれば、2025年の11月に、台湾海軍へ、引き渡しとの情報をキャッチしました。台湾海峡もこれで制圧、中国原潜5分で壊滅かな。今回は、そんな台湾海軍初の国産建造潜水艦、海鯤の最新情報を詳しく見ていきますね。日本の親潮型と、ほとんど同じ、大きさで、X 火事に、最新鋭の設備、これは化け物ですよね。日本人も関与しているとかしていないとか、動かせるかな。台湾南部の主要都市である高雄市において、その港に専用の施設を設けて建造が進められているのが、台湾の国産による潜水艦の一番艦にして、2020年11月に起工、2023年9月に進水を果たした海鯤である。海鯤は、この昨年2023年の進水式に際してその名を付与された潜水艦だが、現在では、建造場所の高雄市の港において、今後、台湾海軍に引き渡しを行うための事前の研修テストが行われている段階にある。こうした状況下で、台湾国防部の故国防部長、日本でいうところの防衛大臣、また、他国では、国防大臣や国防長官に相当は、この2024年9月18日に、海鯤が、来年2025年3月末から、4月頭の日程で、海上における研修テストに臨む予定とコメントした。これらの海上での研修テストの結果が順調に推移すれば、同年末の11月には、台湾海軍への引き渡しが実現するスケジュールになると召され、2020年11月の起工からおよそ5年を経て実戦配備される可能性がある。この台湾初の国産潜水艦である海鯤は、様々な推定値が報じられているが、基準排水量が約2500トン、全長が約 80.0 メートル前後、全幅が約 8.0 メートルほどの艦隊の規模を持つものと考えられている。ちなみに、日本の海上自衛隊で現在就役中の潜水艦は、大きく3種類、古い順から、親潮型、草竜型、そして最新鋭の太平型があるが、台湾の海鯤は、その中でも、最も旧式の親潮型に、ほど近い規模感に見える。日本の海上自衛隊の親潮型は、基準排水量が約2750トン、全長が 82.0 メートル、全幅が約 8.9 メートルほどの艦隊を持ち、以後の、草竜型、太平型ハケレより少しずつ大型化してきている。そして、今の日本の海上自衛隊の最新鋭の太平型潜水艦は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルまで達しており、台湾の海鯤に比すれば、一回り大きいことが、使用上の数値からは伺える。太平型の中で進水式を経て命名を受けた艦の中では最も新しいのは同4番艦の雷鯤であり、2023年11月に進水を終えているが、その建造費はおよそ702億円と公表されている状態である。これに比べると、台湾初の国産潜水艦である海鯤は試作型で、かつ最初の艦艇であるという経緯もあり、建造費は現段階で日本円にしておよそ2200億円に達するとめされており、潜水艦の建造に必要な設備投資の大きさが感じられる。台湾では、この海鯤を皮切りに、2025年から2038年までの14年間で、同型艦を7隻建造する方針であるため、以後は2年に1隻ほどのスケジュールで造成を予定しているが、その総建造費は、日本円にしておよそ1兆2700億円と伝えられている。単純に、この1兆2700億円を7隻で割って、1隻あたりの建造費を考えるとしても、その額は、およそ1814億円ほどと大きく低下するとまではいかず、いかに、自国産の兵器を継続的に生産できるのか、その体制を確立することの難しさが忍ばれる形だと言えよう。日本の海上自衛隊で現在就役中の親潮型、草竜型、太平型と同様に、台湾初の国産潜水艦である海鯤も、その後の同艦をベースとした量産型の7隻も、機関部には、D
ディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の潜水艦である。日本の海上自衛隊の場合、機関部は、親潮型は、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機という構成であったが、そう、竜型の10番艦までは、これに、さらにスターリング機関を追加し、非対機依存推進を実現させたものだった。そして、そう、竜型の最終の2隻、11番艦以降に、ディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池と発電機という構成に変更され、鉛製よりも大幅に性能向上が可能となったリチウムイオン蓄電池の採用で、スターリング機関は廃止された。スターリング機関は、通常動力型潜水艦の泣きどころとも言える点をカバーすべく、敵側のソーナー等による捕捉を逃れ、潜航時の水中での航行には、蓄電池を使用した推進に限られ、連続航行時間やその行動半径に、どうしても課題を抱えていた点を補う意図があった。これが、鉛製から、リチウムイオン製の蓄電池の採用が可能となったことで、水中の貴重な補助動力として採用されていたスターリング機関を不要とするパフォーマンスを得たことで、今の太平型ににもつながる機関構成に改められた。そもそも、スターリング機関は、それを水中での補助動力とすることで、潜水艦の連続航行時間や行動半径を拡張することを機として搭載されていたわけだが、機関自体が非常に大きく重く、それに反比例して、水中での速力は、最大でも5ノット程度しか期待できない非力さではあった。これを、蓄電池を鉛製ものから、リチウムイオン製のものを実用化できたことで、不要とすることが可能となり、海上自衛隊では、前述した通り、そう、竜型の最終の2隻以後、最新鋭の太平型でも、この形式を踏襲している。台湾が、初めて国産化を行った潜水艦である海鯤も、それらと同様の機関構成を採用しており、今後は、韓国でも、同様の機関構成が主流になると目されており、通常動力型潜水艦のトレンドは、非対機依存推進一辺倒ではなくなりつつあるように見える。また、艦尾の舵においても、日本の海上自衛隊では、そう、竜型から、従来の十字型から X 字型に改めており、これにより、4つのすべての舵が、艦の方向を変える働きと、姿勢の制御を担う働きが可能となった。この X 字型の舵は、艦の水中での機動性を大きく向上させることに貢献するとともに、仮に、何らかのトラブルによって1枚が稼働できない事態に遭遇しても、他の3枚でカバーすることで、艦自体の稼働状態を維持することが可能となったと言われている。台湾の海鯤は、この X 字型の舵を当初より採用しており、その意味では、未だ、その採用に至っていない韓国海軍の潜水艦よりも、艦の上長化で先んじているとも言え、通常動力型の潜水艦としては先進的とも感じられる。潜水艦という兵器の特性を考えた場合、いかに深く潜航できるのかという潜航深度が、その性能を示す尺度の一つとして用いられることも多く、非公表ながら、海上自衛隊の太平型などは、500メートル以上の潜航が可能ではないかとも言われている。日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、今や最大の仮想敵国となって久しい中国と対峙するのは、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋方面と、かなり広い海域にわたり、中には水深の深い海域も含まれており、潜航深度も軽視はできないと思われる。翻って、台湾は日本以上に中国と対峙する状況にあるとはいえ、大陸の中国と島である台湾を隔てている台湾海峡は、その幅は最短箇所でおよそ 130km ほどで、かつ半分以上の海域が水深は 50m 以下と極めて浅い。そのため、台湾海軍に求められる潜水艦の潜航深度は、敵のものよりも深く潜るということに重点を置く必要性は薄く、潜水艦の潜航深度の優位性で中国に勝ることは、戦術まとも戦略的にも大きな意味は持たないだろう。台湾は中国が軍事的に侵攻を決断した場合、ミサイルや航空機からの対地攻撃の後、
完全に占領するには地上部隊を上陸させる必要が生じるため、その上陸部隊を乗せた艦艇を潜水艦で撃沈することを起としていると思われる。一説には、中国大陸と台湾と間の台湾海峡は、前述した通り、わずかな距離しかないとはいえ、上陸部隊を乗せた艦艇が、比較的容易に動かせるのは、1年の中でも、4月かもしくは、10月の2度の期間しかないとの見方も多い。これは、台湾にとっては、非常に、大きな地理的、気候的な自然のアドバンテージであり、今のロシア・ウクライナ戦争に見るように地続きではない環境は、容易に敵の戦力の上陸を許さない方向に左右していると映る。このサイズは、日本海上自衛隊の旧式親潮型潜水艦に近いものですが、最新技術を取り入れた近代的な設計が施されています。2024年9月には、防衛部長が、海鯤が、2025年春に海上テストに臨む予定であり、同年末には台湾海軍への引き渡しが予定されていると発表しました。このプロジェクトは総建造費が約2200億円に上り、今後2025年から2038年にかけて同型艦をさらに7隻建造する計画があります。台湾の国産潜水艦開発は地域の安全保障環境に新たな次元を加え、自国の防衛能力を強化する重要なステップとなる見込みです。